バブルの中を抜ける遊びを今からやっていきたいと思います。来ました。今までビーバスパークでやってたんですけど、今回はこのムツゴロウで通り抜けていきたいと思います。綺麗でしょ。うわぁ。よしよしよし、あ、ひりゅうくん早い。ついてきてる俺のこと。もしかして。おぉおぉ、これ何回いけるかな。頑張れ、ひりゅう。あぁ目の前で死んだ。目の前で、俺の目の前で死んだ。おぉ。おぉ。ない。病んでる時に、病んでる時に来た。ひりょう、病んでる時に来て、あー、すごいな。ひりょう、独壇場ですね、今回。かっこいい、かっこいい。おぉ。蛇行してる。蛇行してる。めっちゃ見てる。めっちゃタイミング見計らってる。もしかしてインクなくなった時行くんじゃないか？みんなが。わあ、ずるずるあれ、インクなくなった時狙ってるぞ、ひりゅうくん。うわぁやられたなんか攻撃してないか、ひれお、なんか攻撃してないか、ひれお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 、なんか攻撃してるぞ。あら、あーあー、押してる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 。ひれお、押してる。押してる。あはははやられた。安全ポジション見つけた。ひれおくんが。ひりゅうくんが安全ポジション見つけた。絶対に当たらない場所を見つけてる。なんで？なんかくるくるしてる。なんでひりゅう生きてるんだ。イカはやられたのにひりゅうだけ生きてる。おー。おー、なんでひりゅうくん生きて、あー、煽ってる煽ってる煽ってる。